はい、エポエポです。初めてのプレスでどこまでやれる、ラストオブアス、その23となりました。今回はこの素敵な森です。森からお届けじゃないか、始めたいと思います。じゃあエリー行こう。ほな、エリーがそっぽを向かなくなったんですよ。お気づきでしたでしょうか。こんなに近くにいても逃げない。やっぱちょっとずつね、こう絆が深まって、ああ行っちゃった、近づいていってるんですね。いや素敵じゃないですか。何あれ、え穴、これのことを言ったのかな、ね、ゆっくり行きたいんですけど、ね、あ、なんかいた、なんかリスかな。もうずっとなんかもう暗い中やっていたので、ほんとこういうのは目にも優しい、なんかまた物々しい感じの、行きましょう。ダメか。ダメ。よじ登る。ダメだ。有刺鉄線がある。ここは諦めよう。じゃあどこへ行くんでしょうね。ねえ見て。ん？ホタルだ。これ本物だよ。ああ分かってる。あ、本当だ。本当だね。つい。ごめん一瞬見とれてた。いやいいよ。ゆっくりしていいよ。上から見てみよう。正解だった。ジャンプ。届かなかった。お、木の板を橋渡しに使うこともできる。はい、またここに木の板が。さあどこへ、さあどこへ持ってくんでしょう。これ意外と近くなんですよね。これってさあまたこれちょっと持つ前にある程度冊子をつけとくべきだったかなと。板なんか置けそうなとこあったかな。え？登ってくの？木を使って？どういうこと？とりあえず夕日の方を見ながら。ジャンプ。超えられないもんね。ってことは？だってここは乗れたし。まあ出た。たまたまです。正解がちょっとわからないですね。もう一回。あ、なんかあった。あ、武器ですね。あ、ハサミが。
ハサミがくくりつけられてる。打撃用武器の強化。打撃用武器を強化すれば敵を一撃で倒すことができる。強化された武器は使用回数が限られる。一定回数使うと壊れてしまう。ふむふむ。これはもう作られてるものなんですね。この板、本当は多分ここに持ってくるんでしょうけど、はい、後ろにくっつけて助走をつけて、あ、落っこちゃった落っこちゃったいいよ、テスは、あ、テスって言っちゃった忘れてない、テスを忘れていない。エリーだね、ごめん。ジャンプで、ジャンプもしなかったな。ちょっとなんか歌い出したエリーが歌い出したえい、全然ですね。え、どういうことなんだろう。これもカットかな。え、僕、そして、あ、わかった、すいません、察しが悪かった私。あ、落ちた、落ちた、わかった、なるほど、ここですね。よし、行こう。はい、やっとやっとわかった。あ、私からですね。ビル、お前か。いつもどこで会うの。ん？あ、さっきの場合による。ここ来たことないんでしょ。貸しのある知り合い。ここに住んでるのは知ってたが、借り？直接会いに来たのは初めてだ。あの煙、ビルだと思う？だといいな。なら確かめに行かないとね。そうだな。そうだね。うん。降りていいのかな。大丈夫？うん。こういうところは多分アイテムはないと思って行っちゃいましょう。こっちだ。正解。気をつけろ。高いぞ。え？クリッカーじゃない？今の声、今の声は、あれ違う。え、この武器を、さっき取ったハサミのついた武器を握りたいんですけど、これは銃しか選べないし、銃なんか撃ったら一発ですよ。気のせいか。ん？気のせいか。あ、あ、瓶。あ、おうおう。ん？なんでガチャコンって言ったんでしょう。何あれ？どれ？くそ。見てんの、エリー。あ、下がある。なんもない。あ、あ、もっとある、もっとある。
かいろいろ拾えるってことは、何かしら来ると。薬のメモ、もっと薬を集めろ、なんとかして弾薬ももっと手に入れられないか、テスが来るまであと3週間しかない。もうテスは来れないんですけどね。違う、間違っちゃった、すいません。なかった。あ、これでおそらく作れる。クリッカー用ナイフ取った。作れないと。またあった。いろいろありすぎて怖い。作れないと。え？何？今変な声したよね。エリーじゃないでしょ。入るぞ。なんかまずい、下がってろ。クリッカーだー。させると、うわあ、なんかちょっと久々にちょっとここは強化させないときつい、きついですね。さっき拾ったのはちゃんと持ってるのかな。あ、待って、これで、内径武器の強化、これ使えないのかな。出てこない。はい、これきっとね、何ここにいる、ここにいるあいつを倒すんだと。倒さなくてもどうにかするんだと。で、この中に入ってなんか多分アイテムあったっぽいので。で、別からもう一体クリッカーが来ると。ちょっとですね、ここは慎重に行かなければと思うので、今回はこの辺で、エポイポでした。